カープの印象ってどうでしたか？私のカープ戦うのって嫌だな、対戦するの嫌だなって、まあ、こんなちっちゃいところに全員でガッとくる感じがするんですよ。わかるわかるわかる、結構動く人とじっとしてる人の差があるチーム。なるほど、いいバランスよね。いいバランス、逆に今のカープはどうですか、見ていて。かわいそうやな、変える人がいないっていう状況なんで、思い切りやれ、今のカープもそうだと思うんで、コロナに負けないプレーボール、よろしく。大瀬良くんもが、ね、ボロボロされたし、そうそうそう、で、この間に大瀬良を取りたいって言ったって。そうです。あ、そう、反撃開始今日それ聞きたいよね。はい、もうそれをまずあったら言いたいなと思う。聞きたいですか？はい、いいものは欲しいでしょ別にそんな難しい話ではないですよ、九州共立大学、はい、ね、長崎出身時代ですよね、はい、九州ですよ、はい、それ地元意識出す、地元意識出さなきゃ何出すんですか、はい、当たり前じゃないですか。まあ本人の意思は別にしてる。ギータどうする？ギータどうする？返してもらっていいですか？そうだろ、ギータはそうだよ広島経済大学で、広島やね、貸してたんですよギータは広島出身ですけど、はい、ホークスはその九州のものを取って、取ったものは出しません。ちょっと待って、おかしいやん。大瀬良は九州出身を主に行って、ギータは広島出身や、うん、広島までは時々九州になる時あるんですよドラフト次第でもう外せないですもん。でも大瀬良マンじゃないやん。 FA の話、 FA これから取るわけじゃないですか。 FA を取得して出ていくわけでしょ。まだ取りたい。もうやっぱりみんな一つずつこう年を重ねていきますんでそういう部分ではね、大瀬良投手メジャーは意識はないでしょうかね。どうでしょう、まあ意識はなくはないでしょうけどね、うん、やっぱギータはギータは、7年契約みたいなの、まあそれは土地で打ち切ったりもできるでしょうけど、うん、年齢と考えるとどうでしょう、まあ、あのメジャー封印したんじゃないかなっていう感じはしますけどね、うん。まあ、大瀬良君の場合はそのメジャーが頭にあってもおかしくはないですよ、うん、素晴らしいピッチャーですから、うん、まあ、コントロールも素晴らしいし、ああいうタイプのピッチャーがいってどんな活躍するかって見てみたいですけど、まあそれはまあね、ホークス経由していっていただいてもそういうことね。そう、これ俺ね、一ついいですか、はい、そう、自分そうだったらいい選手欲しいって言うだけで、俺単純に言ったらカープファンから怒られますよ。そんなやめてください、全部欲しいって言ってくれたら嬉しいなっていうぐらいの素晴らしい選手だって言いたいだけですからなんか俺悪者にしようとしてるでしょ今日それだから言わなきゃと思ってきましたいや、それはそんな風な選手がいるのは羨ましいなと思う九州出身だということですよ。だから言ったらギータ広島出身で、うん、本当だって来てほしいなと思うのと同じことですよ。確かに ね、だからお互いにでダメなことをお互いに言ってるだけで、ただ大瀬良取るけどギータ出さんって言うだけそういうことやな。そういうことです。だからその逆もありでしょ、うん、ね、ギータ取るけど大瀬良出さんっていうのと同じじゃないですか、ね、出したくないけどね、はい、絶対出さないです。はい、おお、はい、じゃあ最後に、はい、カープ女子ってこう結構メディアとかで出てたりしてると思うんですけど、カープ女子ってどう思いますか？どう思うというのは、なんか印象はで、このカープ女子が出て他の球団もなんか鷹匠とか出てきたじゃないですか。カープ女子がまあ先駆者みたいな感じだと思ってるんですけど、はい、自分で言っちゃうまあでもそうよね、カープ女子ね、まあ、これはでもですね、野球を応援しに行くときに、うん、一つその女性が見るときにはルールからいろいろって思うとやっぱり入り口がちょっと狭い感じするんですけど、カープ女子っていうのを作ってもらったときにユニフォーム着て女子の人みんなで応援できたら、
それだけでも楽しいんですよってイメージ作ってくれたことによって広がっていったんで、カープ女子で僕はプロ野球界のその発展とか、プロ野球界の楽しみ方の中ではすごくありがたい、あの方たちだと思うんですよね。今言いながら鳥肌立ってるのは少し嘘ついてますね。そんなこと俺思うのはこれな、ファンの女性ってどこの球団にもいたいのね。そうですね、そういう面では、うん、で福岡 の, あのソフトバンクもそうやん、うん、ただそのネーミングが、うん、やっぱね、ネーミングをつけた人はすごい、いやすごいと思いますね。カープ女子っていうネーミングで売り出したんだ、ね、あれ誰が売り出したんよ。で自分たちじゃないからね、絶対に。そうです、新聞かテレビかなんか、その辺のマスコミだけかもしれないし、ね、広島の絶対ネーミングをつけた人がいるんよ、カープ女子って言えますよね。でそれでカープ女子ってなんとなくいいやん、うん、で俺が一番最初にいたんやん、カープ女子は。そうですよね、元祖ですからね。ただカープ女子って言わなかった、あのカープ夫人カープ女その頃な、今夫人だけど女子っていわゆるネーミングよ。そうですね、いやだから素敵ですよね。もうだからそのネーミングで爆発したよね。爆発しましたよね。カープ女子っていうとどちらかというとそのホークスだったら、まあ当時ですよ、今はじゃないけど、どうしてもその地元のその辺なんですけど、カープ女子っていうと全国世界からのカープファンの人が応援できるっていう感じになるんで、まあ、すごく広げてくれてるんじゃないかなというふうに思いますよね。いや本当そうですね、頑張れ始球式。はい、いやだからカープ女子って自分で言えるじゃないですか。それがいいですよね、はい、私もカープ女子になろうかなとも言えるし、だからプロ野球界のそのファン層を広げていただいたんじゃないかなというふうに私は思います。いいイメージがいいイメージですよ。それはもう羨ましいなっていう、僕らの時はそうなかった、羨ましいなっていうし、そこに入る人もカープ女子って入りやすいじゃないですか。確かにさ、俺たちの時ってさ、おじさんばっかしだったもんな。まあいや甲子園球場と広島市民球場だから特にですね。マジで本当まずヤジやろ、まあ、関西のヤジと広島のヤジもすごいけどな、関西もすごかったんですか。いや、やっぱりすごかった、すごかった。おちゃん、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 あ、僕へ、どっちがおっちゃんやったなんか聞いた話では、はい、ね、岡山結成ってあって、はい、ね、カープファンとタイガースファンが岡山で試合するときにもう岡山で激突みたいな、いや、ね、半分半分で、なるほど、ちょっと真ん中ギリなんで、どっちかって姫路はどっちかとかややこしいところがあって よくね、昔あったのは、カープのグラウンドが多かったのかな、うん、フェンス登ってる人が多かった、多かったね。ユニフォーム着て、お前ちょっと待っとけみたいなのありましたね。市民球場に横断幕もかけるし、人もそこにぶら下がってるみたいな写真は見たことあります、ね、だから今、だから女性多いんや、やっぱ、うん、まあ、すごいいいですよね。クリーンなスポーツになんかなりましたね。あったね、ね、いや俺たちでクリーンや、クリーンだわ、クリーンだね、だわ、ね、でもクリーンだ、やってんのおっさんたちばっかしだったけど、クリーンですよ。ただやってる人間がちょっとクリーン上に見えなかったっていうだけで、姿形がパンチパーマが大ばさだけ出てくる姿、バッグ持って金じゃらじゃら、よしごさんのこうでっかい襟のこんな襟この辺つくんじゃないかって言われてるまあ、でもあのカープ女子にはやっぱりいろんな意味で感謝してますね、うん、はい、それ今高城っての女性、あ、高城、はい、そうです、だから、タカガールデー、タカガールっていうのかな、うん、ありますよね、タカガールデーして、タカガール用のユニフォームを着て、もともとは女子高校生デーから始まったんですけど、そこから今はタカガールデーに変わって、そのピンクのユニフォームを着て、それとピンクリボン、その、乳がんとか、ね、そっちの方のやつとコラボして、うん、びっくりしましたけど、ベースがピンクっていうのは、あの一応 NPB のやつから言ったらダメだったらしいんですね。そこを趣旨から言ってベースがピンクになって、うん、審判のつけてるマスクとか、ピンクやろ、はい、選手バットがピンク、いろんなものをピンクにして、そうやってやっていく。僕はこれ、あの鳥越コーチ、今あの、うん、あ、今監督か、二軍監督の、うん、あの奥さんがそんなね、ご病気になられて亡くなられて、それから始まったんですけど、でもこれでロッテもやりましたし、これ12球団広がって、そしてメジャーとかでも行ってもらうと、またそのね、
高川であったりとか、ね、カープ女子とか、その女子の人たちが見やすい環境の中といろんなものがコラボしていったら、僕はもっとその絆とか輪とか広がっていくんじゃないかなっていうふうに思う一つの面白いですね。素晴らしいと思います。最高に締めてもらいました。本当ありがとうございます。昔大田市のピンクったら、ピンクって言われた時代だもんな。ピンクのユニフォームを着ようという意識はさらさらなかったんだったよな。ピンクの色の革手もなかったですね。ないなんか、確かにですね、カープの赤まででしたね。そうよな、赤でも、ただ太平洋クラウンライターピンクあったんですよ、紫と。昔覚えてないでしょ。日卓本部の七色は知ってるけど、日卓本部の七色、太平洋クラブライオンズ、ライオンズの、ホームランキングが来たんです。その頃紫かピンクかなんかありましたよ。本当に、はい、一瞬だけ昔胸番でかい番号、胸に番号がついたりしてる時代もあったので、日卓本部って1年間だけやったんだけど、七色のユニフォームって1週間色が全部違う、毎日。ただ張本さんは途中で面倒くさくなって、上と下がストッキングが違ったりしたらしい。分からなくなりますよね。しかもコストかかってしゃあないやん。そうですよ、ね、荷物がすっげえだったらしい。だって3連戦3連戦ビジターだったらユニフォーム6着ですよ。かける2か3持っていかなきゃいけない。組み合わせ分からんもん。ほんとあったん1週間だけ。1週間がないよ。そんな時代もありましたね。でも今いろんな色を使ってね、やれるようになったね。すごいよね、カラフルになったね。だから色がね、綺麗になって、昔の南海のユニフォームで試合した時とか、まあ昔のユニフォーム着たりするじゃないですか。色がね、昔は1色しか選べなかったけど、今はいろんな色の中からこれっていう風に選べるんで、すっごい綺麗なユニフォームで、昔こんなかっこよかったっけと思うような、はい、ユニフォームがあったりする。明細もあるやん。あー、ありますよね。明細はね、あのオリックスですよね。オリックス、俺、1個思ったことある。ボールをずっとボールマークずっとボールのプリント入れて、ピッチャー分からんよ、なんで。ボールのプリント入れちゃう、面白いよ。投げたってこうですね。もう俺らの頃の野球のレベルが疑われるからやめてくださいよ。まあそんな感じでですね、こういうお二人ですよ。だいぶ衝撃でしたけど、いい話で締めたつもりだったんだけどね。最高に締めてくれたんですけど、何これ、あっちから吉彦さんが出てきますから。まあそんな感じで本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。コロナに負けないプレーボール、よろしく。半回だし、何なの。左打席の方が多いでしょ。左打席の方が右よりか。いや、美味しいで、今日は今回美味しいで、熱っ。もう吉彦さん絶対笑うと思った。もう多分ね、あのさっきので OK、 これ足したらいいだけじゃない。はい、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 いくの。はい、OK、はい、コロナに負けない。プレーボール。怖い。ダメよ。だって笑います。よし、最終。チャンネルしましょう。チャンネル。チャンネル。チャンネル。朝しか間違ってない。俺らずっとチャンネルやってるから。すいません。はい、ごめんなさい。やろう。チャンネルやろう。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねをお願いします。本日もありがとうございました。それではゲームセット、次回もよろぴこ。